こんにちは、ゆこです。ゆきです。今日の企画は、写真で手作り授業グッズを作ってみた第4弾です。そろばん、収納棚など簡単に作れる便利グッズをご紹介しているこちらのコーナー。さっき、今日は何を作っていきますか？はい、今回はこれからとにご投稿いただいているものの中から、時短、書写掲示のやり方をご紹介します。3年生になると、毛筆を使った書写の学習が始まります。ただ、子どもたち一人一人が頑張って書いた作品、クラス全員分の掲示のものとなると、先生一人では大変です。投稿者の先生もロッカーの上に乗って1枚1枚貼り付ける手間に悩んでいたそうです。確かに、全員分になると30枚を超えることもありますよね。大変ですね。はい、そうなんです。今回はそんなお悩みを100均のアイテムを使って解決する方法を詳しく見ていきましょう。3種類です。まずは模造紙。学校で用意している場合は学校のものを使ってください。続いては100円ショップで手に入る突っ張り棒。教室の整理スペースにもありますが、最大で120センチぐらいまで伸びるものが良さそうです。そして最後は壁につけるフック。最後に突っ張り棒を引っ掛けるので、突っ張り棒のサイズと教室の壁の素材に合わせたものを選んでください。今回は粘着タイプを持ってきました。今回の材料も簡単に手に入りそうですね。そうですね。それでは早速作っていきましょう。それではまずこちらの模造紙を8等分に折っていきます。よし、はい、続いてこちらの折った模造紙に出席番号を小さく記入していきます。出席番号の記入が終わりました。番号の順番は教室の掲示の順番に合わせてご記入ください。最後にこちらの模造紙を突っ張り棒に貼っていきます。それではこちらで完成です。どういうのを実際に作ってみてどうでした？すごい簡単でした。ただ模造紙を持って番号を書いてっていうだけなので、特に難しい工程はなく、ちょっとあれですかね、模造紙がちょっと大きくて折りづらいですので、先生がいらっしゃいましたら、他の先生をお手伝いいただくか、あとこのうち使って、お願いしてもいいかもしれませんね。ただ、あれですかね、懸念としては、私たちこちら、模造紙そのまま使って折ってやったんですけど、端っこがどうしてもカーブしてしまっているので、こちらの突っ張り棒をつけるために、裏側に養生テープとかガムテープで補強をしてあげたり、裏割りしてあげたりした方が強度的にも見た目的にも綺麗にうまくいくかもしれないですね。棒を取って外せば、これで棒を取って、簡単に取れます。で、たぶん上がったらまた上に戻してかけてあげればいいだけなので、すごくお手軽に使えるんじゃないでしょうか。で、実際投稿者先生もこちらもお使いになっているそうなんですけれども、毛筆の授業があったら、板を下ろしても下ろして、作品が乾いた子からどんどん自分のところに貼っていくっていう風に、人数が多くて貼るのが大変だと思うので、貼るところでも子どもたちの手を借りて、かなり下につながっているそうです。そうですね。そしたら先生はこれ上げて下ろして、それだけですもんね。そうですね。このよくあるアイテムを組み合わせて、お悩みを解決される先生方、本当にすごいですよね。すごいです。本当にいろんなアイデアを持ちだなと思います。皆さんももし時短のアイデアや実践がありましたら、ぜひこちらのコメント欄にご投稿ください。素敵なアイデアを積極的にこちらのチャンネルでご紹介していきたいと思っています。このチャンネルでは先生方の授業準備に役立つ情報を毎日配信しています。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。